さあて今夜の晩酌はこちらはニラ玉に木ぐらい入れました。味付けは、ごま油、塩コショウ、シャンタンデラックスで溶き卵に、汁出しとマヨ少々、そして仕上げにオイスターソースかけてます。でごまもかけてます。で焼き豚の切り落とし、トマト、実家で採れたプチトマト、そしてアマの干物でございます。というわけで食べたいと思います。よし飲もう。パはい、どうもパチモス協会でございます。というわけで本日はレモンド鬼レモンです。いつも通りです。ピントはやはりちょっと遅いね、スニーに比べるとね。はい、よし。というわけでカッポ、はい、もう9時半なんですけどね、食べていきましょう。これは絶対に美味しいけどご飯が食べたくなるな。卵の入り付け、ニラ玉のね、うん、キクラゲ半端ねえ。キクラゲ入るだけでこんなにも美味しくなるかってぐらい美味しい。うん、ちょっと焼きすぎたけど美味しい。ありがとうございました。うん、動画で言っちゃってちょっとネットこじきでしたけども、いただきました。ありがとうございます。大事にね、食べていきたいと思います。うん、ありがたいね。マニアチャンネルの動画でも言ったけど、本当ねありがたい、うん、それに尽きる、ありがたいに尽きる。これでエバックリマンね、24種類あるそうなんですよ。6枚だけ被るぐらいだったらコンプするよね。でも昔さ、箱買いもしたことあるんやけど、1回か2回ぐらいはね、お年玉とかで。ヘッドはね、1枚で大体入ってたかな。入ってた、2回しか買ってないけど、2回でもヘッド入ってた。で、箱1箱買ってでもコンプはしんかったな。そういうふうにできてんのかな。1箱ではコンプしひん買って、ダブってるやつとは俺が持ってないものを交換してもらうから、友達と。来年だけどね、これ賞味期限長いんですよ。来年の1月まであるんで、うん、ゆっくり食べていっても大丈夫かなと思います。うん、焼き豚うまい。何個喋ろう思っとってんのな、忘れてもうだな。まあいいか、大したことないか。今日からね、これね、マイクちょっとどうなってか分かりませんけど、新しいガンマイク買ったんです。今まではこの辺にぶら下がってたマイクだったと思うんですけど、今日から新しい、今日お昼到着したルードのビデオマイク G ってやつです。どうなのね、これのちっちゃいコンパクトのビデオマイクロっていうのを持って、それをソニーのカメラにつけて使ってる、まあ、その組み合わせが僕は最強やと思ってんけど、今のところね。どうしてもね、内蔵のマイクやと低音が弱くて、うん、で私の編集ソフト音声編集できない、音声編集できないから、結局マイクの性能にだいぶ頼らないといけないんですよ。後から
後からやろうと思ったら音声だけ抜き出して調節してってことになるから、そんな面倒くさいことやってられないんで、プレミア、一応プレミア持ってるんですよ、アドビの 5.5 やったら 5.0 マスターツール、あれ、ね、マスターコレクションに持ってるんで、もうそれ買っちゃってるばかばっかりな、今のさ月々払うアドミのやつプラン、あれやれないよね、高かったからね。でかそれもあのバージョンアップ CS2 やったから CS3 からのバージョンアップしたから、買おうか CS1 やったっけ、うん、いまだに使っています、マスターコレクションの 5.0 か 5.5 忘れちゃった、うん、だもんでちょっとマイクテストがあったよね、うん、今日は撮ってます。今の時点でも9時半からこの動画公開されること11ぐらいになってんのかな、うん、この2日間はね大変よく頑張りました、バテます。大変よく頑張ってて、勝手に頑張っただけだけど、まああのマニアチャンネル見ていただいている方は分かると思うんです、分かっていると思うんですけど、昨日朝からちょっと遠いホームセンターに行って、あ、虫動画でも言ったね、あのトロトロ卵バーガー食べた、実家のお母に頼まれてた。テレビ台とかあのいろんなもん置ける台、2メートル70センチ幅、それ作りに行っとったんですよ。でそれ作って昨日ね帰ってきて、いやこれも動画にしましたけど、スギちゃんみたいなベスト作ったんですよ、じいちゃんの袖切って、うん、で昨日に関してはコンビニ動画も編集したら結構動画と工作の一日やって、今日もね結構工作の一日やってさ、朝からその昨日作った台を、まあ昨日雨降ってちょっと濡れたし天日干しして外で、で、あのステインかな、どっちか忘れたけど、ニスではなくって木目がしっかり出るようなあの染み込む塗料、うん、そっちにしようと思ってそれを塗ってたの外で、それもちょっと飯動画でね、今日の昼の飯動画で言ってましたけど、でそれ終わってからシャワー浴びて、でもう一着これと一緒のじいちゃん、まあ袖はあんねんけどね塗ってて、それが破れてるからそれをミシン縫いして、うん、コンビニ動画もちょっと撮って、うん、気がつけばもうこんな時間ですよ。何やかんと動画投稿するまでに編集でもほとんど編集してんけど、やっぱマニアチャンネルの私生活動画とかさ、ちょいビニとかになってくると字幕も入れるからさ、あっちのちょいビニ上げたっけ、あげたな、字幕入ってたっけ、覚えてないな、入れてなかったかもしれない、まあ入れてなかった入れなかった別にいいけどね、商品写してんねやから、何でもかんでも字幕、まあうちは全然入れてんけどね、もう字幕入れるのは当たり前みたいになってきてるやん、テレビとか喋ってる内容を字幕にすると、まあ、そっちの方が YouTube は理にかなってんのかなと思うんやけど、やっぱ面倒くさいっていうのはね一番俺からすると、やっぱ音出さずに見れるよもんね、やっぱね、うん、字幕っていうかテロップ入れたことね、うん、かといって YouTube のテロップでさ、テロップで字幕入れるとさ、わけのわからん変換になるしさ、特に俺みたいに滑舌悪くて早口なやつなんてね、まあまあ精度下がりますよ、英語とかやったらあれ精度高いんだね。
あの字幕って日本語に関して全然精度高くないでしょ、まあ、あんま使ったことないからよくわかりませんし、あのね、全然悪いとも言い切れへんかもしれんけど、良くないと思うんだよね。俺自分のはちょっと見たけど全然、うん、まあ、俺が特別かもしれんけどな、食いながら喋っとるしね、うん、まあ、それにしても最近ビログの人多いですよね。でも、はい、あのビデオブログってタイトルに入れ出したのはまあ最近ですよ、マニアチャンネルの方で、ね、でもそもそもずっと俺はビログみたいなもんやからね、これ俺の奇跡として日記側に投稿してきてるから最近増えたなと思うんですよ。みんな綺麗な映像やしさ、編集も凝っててさ、ただまあディスるわけじゃないけど、私思うんですよ、私の動画は結構日記っぽいというか俺の私生活っぽいっしょ。おしゃれな演出もしてへんし、まあカットもあんま入れへんし、2カメと、まあ前2カメとかやってたことあったけどさ、絵にこだわるわけじゃないのよ。で、綺麗なビログとかあるとさ、それ日常生活のビデオ、まあブログかもしれんけど、やっぱね、芝居かなって見えません？実際そうなんじゃないやろ、まあそうなんかもしれんけど、やっぱり綺麗に撮るには照明とかカメラのセッティングとか、もうそれをいっぱいやってる時点でもうそれ日常じゃなくなってるような気がするんだよね、俺からすると。俺みたいに、俺みたいにパッと撮ってる方はこれ日常やけどさ、どうなんやろね、これね。やっぱ映像の綺麗な、映像の綺麗というか編集の綺麗にしてある動画の方が好きですか、皆様。ビデオブログね、ビログに関してね、あ、好きなんかな、でそっちの方が見やすいとかっていうのあるのかもしれんけどさ、なんか綺麗になればなるほど、なんかあのその人のリアルと離れてるというか、見る手からすると現実からかけ離れてるように見えたりするんじゃねえのかななんて、ちょっとね、俺はできへんけどね、頑張ってもそんなんは作れへんけど、シャリオツな生き方してるやん思うけど、リアル見たら、まあ分かりやすく言うと、そういう綺麗な生活してるのブログを上げてる人は絶対それよりはちょっと下がるやん。こうって例えば彼女になったりとかさ、彼氏になったりとかするとさ、そんな綺麗な場面ばっかり見るわけじゃないやん。俺の場合は多分今よりかはリアルの方がいいとは言ってないよ。あの一緒かちょっと上がるやん。これより多分下はないから、これまあ取りっぱなしやから俺も、うん、まああるとすれば俺の性格に難がありとかそういうことでね、うん、だとすればそれは言ってることと違うやんって感じやん、見てた生活と違うやんではなくてね、こういうところの散らかってるし、うん、撮影するし部屋片付けようとかいうのもあんまないからさ、まあてかそれがだけど日常というか私生活なんじゃないかなと。まあまあまあ、だけどまあビログっていうのはもしかしたらそういう作ったもんなんかもな、どうなんやろな、うん、難しいとこですね。これ前も言ったけどさ、芸能人がとはテレビクルーが今入ってきて YouTube になってるでしょ、これはもう女優ものの AV なんですよ。もういろんな人が関わってお金かけて撮ってる AV で、俺の中でビログっていう人らは最高の、まあ言ったらそのプロの撮影マンが入ってる素人のビデオ、素人ものね、いわゆるね。で俺がやってる個人撮影まあそういうもんなんやけどね。ただ普通の人がね、プロのカメラマンとか撮ってもうたって、その人の現実からすると上がって見えるやん、その状況よりは上がって見えるやん。
普通の私生活よりちょっとレベルアップしてみるやん、ほんまの生活よりね。じゃあ芸能人が例えば YouTube で私生活出した時ってもう鼻から上がってた人が降りてきたから親近感湧くんやけど、普通の一般の人が綺麗な誰も知らない、まあ、もともとまあ素人って思う、まあ、もちろん素人の人がさ綺麗な動画を上げちゃうとちょっとステップアップして出てしまうのよな。なんかここがさ、だからやっぱさ生活っていうものに親近感を持ちにくいところが俺はちょっとあんのよね。ほんまこんな生活ちゃうやんと思うんやけど、普段からテレビ見てわこの人とかすごいなとすごい人やなっていうのがちょっと日常会とか見てたら私生活みたいな気になれるっていうあるでしょそれ。俺以外が汚い部屋で固定カメラでずっと撮り直しはこれは完全私生活やからねこれ以上はないから、うん、これ以下ないでしょ多分あるんかな。うーん、部屋綺麗になったらどうしたんって言われるかもしれない。彼女できたんとか言われてしまいましたから。そうするとだから作られたように見えるんじゃねえのかなと、素人の事業がスーパークオリティが高かった。まあだから趣味でやってんやろね。もしかしたら趣味かもしれんね。カメラとかビデオが好きで趣味として映像にもこだわって私生活を撮影する。だからその時点でも普通の私生活と違うのにすんやけどな。どうなんやろね。うん、まあ、私生活こういうことをしてるというのを記録に残すためにがっつりとした設定をしてから撮るっていうことなのかもしれないよ。どうなの、なんか、わからん。まあだけど好みいろいろあるのは、素人ものでも映像が綺麗とか、なんか、まあ、第三者が写真ビデオ撮ってるというのもあれば、個人撮影でブレブレでもなんかそっちが興奮するって前もこれ見たけど、そっちの方がいいという人も多分いると思うから、まあ結局のところ、まあ好きな方見なはれと、好みに分かれるということなのかな。俺は見るとしたら多分そういう綺麗なやつは見ないんですよ。あ、そもそも、まあ、よく世論学校さんとかぶってるとか意識してるとか言われてるとかあるんですけど、俺見てないからね。飯動画一切見ませんからね。俺見るとしたら TOTO ALL OF THE WORLD さんしか見ませんからね。あのニコニコの WXML さん、その人でも毎回見てるわけじゃないから。最近はニコニコ自体は全部見たけど、最近ニコニコもアカウントプレアカじゃないからさ見てない。これだから飯なんか食ってたら怒り寄ったんだっしょ、うん、そのうち米食ってたらさ、うわ誰々さんも食ってたとか言われるとかね、うん、仮に例えば俺の方が早かったってキムタクが最近始めたらキムタクの真似って言われるかもしれんからねそういうこともありえるからね。もう有名な人にのがやり始めるやったりとかすると俺も真似してるって言われるという、このなんかね俺みたいな底辺でね動画投稿してるやつからしたら、まあ、ちょっとね、なんでってなることが結構あります基本的に参考にすることもないし、俺飯動画見ないんで、多分あなたたちの方が見てますからね飯動画って、うん、俺最近見てんのはローランドですけどもっと格式高いところ見てます。ローランドと、何見たっけ最近、サタチャンネルのサタあのバッドボーイズサタの清人に会いに行く、相方に会いに行くってやつを言いましたね、あとはもう見てないかな。その、俺最近何見てんやろ YouTuber。 史跡を撮りましょう、じゃあ綺麗な方、なんかねあの大阪の南の方のおばちゃんが、歯科医の 女性歯科医のおばちゃんがあの治療のあのなんかあの動画上げてるんです。それは見てます皆さん多分知らないと思うけど、なんていう人やったら忘れたよね。お口開けてくださいとか、なんでですって言ってね、おばちゃんがすげえテンション高くね、あの歯医者さんでさ、あの院長さんで、ね、上げてるやつ見てますねそれはこんななってんや思いながら、えげつない歯石取れてたよ。もう鼻くそ、でっかい鼻くそぐらいのね歯石取れてましたからね。からこんな歯もあんやなみたいなね思いながら、感慨深いものがありました。はい、まあ、というわけでね、まあ、この辺にしましょうか。もう20分も喋っとる、びっくりした。はい、というわけでね、この辺で終わりたいと思います。まあ今回はマイクチェックも兼ねましていかがだったでございましょうか。というわけでパテモス協会でございました。一日お疲れ様でした。もうこれ公開11時ぐらいになるかもしれませんけども、お疲れ様でした。私は明日からお仕事頑張ります。